千葉県より NHK に地震量を収めますということでね、えー、本日は、えー、平成31年の2月13日の水曜日午後8時16分でございますということでね、えー、私 NHK から国民を守る党から NHK を守る党代表の K チャンネルですはいというわけでね、えー、今回なんですけどもあの何の話をするのかというとね NHK オンデマンドがね、面白すぎるという話をね、させていただこうとね、思います。あの受信料をね、払うかどうかとかね、そういう受信料制度のね、あの是非みたいなことをね、あの議論する気はね、毛頭ございません。あの、キャッチーだったからねあの、橘隆さんのネタをね、やらせていただいただけでね、あの特にそういうことに関する議論とかね、あの僕の意見とか特にないです。あの僕、政治的なことは全てのんぽりでいこうと思いますということで、そういう無駄な議論はね、 やめようと思うので、そういう話はね、ここではしないでください。ということでね、こっからですよ。こっからですよ。あの、NHK オンデマンドの素晴らしさについてね、話そうと思います。あのね、僕以前ね,ね、あのー、競馬のここがいいみたいなことを話す動画で、競馬はね、100円から始められるから、こんなにね、手軽な趣味はね、ないんだって話したんですけどもね、そんなことなかったです。ね、100円で終わるわけないんだから、 ね、あの再現なくね繰り返してお金をね使うことになりますましてや1日にね1畳で12レースあるわけでしょ1レース100円で終わるわけないんだからね結局ねいっぱい使っちゃうんですよでもね NHK オンデマンドはですね月額980円で NHK のねあのライブラリにある動画が番組が見放題というこんなに素晴らしいことはな九980円より上ね かかかるこことととないいんだからということでね僕は最近 NHK オンデマンドに、ね、入会したんですけどもね、これがまあね、楽しいの楽しいのというねことなんですよ。ね、もう、どこでも見れるわけなんですよ。NHK のドラマをね、ドラマとか番組、ドキュメンタリー、いろんなもの見れるわけなんです。まあ、音楽番組はちょっとあの権利の関係で見れないんですけど、そんなね、僕がね、すっかりドハマりしてしまった NHK オンデマンドの中からね、おすすめの番組をね、いくつか紹介しようと思います。 でですねまず1、えー、つ目、これです。えー、NHK スペシャル未解決事件オウム真理教17年目の真実っていうこれはねめちゃめちゃ面白いですよあの。特選ライブラリーっていうので、ね、月額980円入会するとねこれ見ることができるんですけどもねあのまず、えー、どういう番組なのかを説明します。これはですねオウム理教がなぜ暴走して あのようなね反社会的な事件を起こすに至ったのかというのを再現ドラマでね、えー、やってるドキュメンタリーなんですけどもねまずここがすごい1あの麻原将校役のですね古川悦司さんという人の演技がね素晴らしいんですよもうねあのこの人の素の写真をね検索して見たんですけど、ね、全然朝原に似てないのでももうそっくりなんだよね もうあの髪の毛かつらなんでしょうけどあと服着て喋、ね、り方とか表情とかそっくりなんですねであの名シーンがありましてですねあの真冬のね雪の中瞑想修行をしている麻原翔子っていう動画がね有名なんですけどそれを再現したところでねあの真冬の中本当に上半身裸で修行してる麻原をこの古川さんが演じてるんですけどもね本当にもう危機迫る改獣ですよあれははいでねまたあの信者をねいっぱい集めて その説法している様子とかあの修行するぞ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 ,するぞって言ってる様子をね再現ドラマでやってるんですけどもねまあ不気味ですね本当に今までいろんなね、えー、ドキュメンタリーでねオウムの再現ドラマってあると思うんですけどこれが多分一番じゃないかと思いました本当にはいでですね あの村井秀夫っていうね、麻原の側近ナンバーワンがいるんですけど、村井秀夫役の人もね、ちょっとこれはちょっと役者名分からなかったんですけど、もうね、目がいっちゃってるんですよ、本当に。目がいっちゃってて、ポアさせてあげましょうか、みたいなことを言ってるんですよ。本当に怖いですね。はい。でね、まあ、あの、こういうところ何が興味深いのかって言ったらね、やっぱりあの、人間のね、心理がね、分かるなっていう。あの、どんなに、 俺はこんなに騙されるわけないよとかね騙されるやつがバカなんだよとか思っていてもあここのようにしてこうやってハマっていったんだっていう普通のエリートの人がねこのようにして朝原の中にね染まっていったんだっていうのがね分かるっていう人間の心のもさというかね洗脳の怖さっていうのがね分かるっていうこれはね見ていてね損はないのかなと思いますあの主にですねあの元女性幹部がね過去を振り返るみたいな感じでね 話されるんですけどあこういう風にしてハマっていった人がいっぱいいるんだなっていう自分がこうなってたとしてもねおかしくないんだなってことがね学べるということでねこの未解決事件 NHK スペシャルオウム真理教17面の真実これはですねおすすめですでですね、えー、そのもう一ついきましょうかえー、っとですねえー、っとね僕のお気に入りのねものをですね、えー、発表していきたいと思いますえー、っとちょっと待ってくださいね えとあこれですね。えー、NHK の昔の朝ドラもね、あの全部 NHK オンデマンドでね、見れるんですけども、僕がね、あの一番好きなのはこれですねあの、連続テレビ小説、えー、チュラさんです。これはですねあの、2001年にあった朝ドラなんですけどもね、まあ、どういう話なのかっていったらあの、沖縄のね、人の話なんですよ。沖縄の、沖縄のですね、小浜島というところに生まれたですね、小羽倉絵里という人がですね、の一生をね、 えー、描いていてるんですけどもねあの東京に行ってねいろいろ宿泊しながらね看護師になるっていうそういうね話なんですけどもねまあ結構コメディ要素が強くてね面白いんですよね。うんあのゴーヤーマンっての聞いたことある人いるかもしれないんですけどゴーヤーの形の人形をねあの売ってねあの家計を助けようと思ってね結果的に家計を苦しめちゃったりとかそういうコメディ要素があってね面白いですよ。あのこのねあの ヒロインを演じた主役のですね、国中涼子さんって人もね、僕大ファンなんですけどもね、本当にね、可愛らしくてね、おすすめです。でですね、あの、キャンディーズのね、スーちゃんとかね、あの、酒井正明さんとかね、あと、ガレッジセールの二人とかね、山田孝之とかね、結構若い時の様子がね、たくさん見れてね、なかなか興味深いです。これ、2001年なんでね、僕がまだその時6歳なのかな ?6 歳か7歳ぐらいなんだけどもね、<laughs> もちろんリアルタイムでは記憶にないんですけどね、再放送をね、あの、 浪人,した浪人時代にね見てた記憶があってね今見返してもなかなか面白くてねあとこういうのも150何話もあってめちゃめちゃあるんだよね朝ドラってまあ飽きないですねずーっと見てられますねはいでえー、まあねこれだいぶ昔のやつを2つ言ったんですけどね最近の NHK もねだいぶ面白いドラマとかあってねあの今あの毎週金曜日の、ね、10時からやってるあの特撮画ガ家ガガっていうねあの 小芝風花さんが主役やってるねドラマがあるんですけどそれはねどう面白いですあのどういうドラマなのかって言ったらあの特撮にハマってる OL の人があのその特撮の趣味をねバレないようにどうやって日々乗り越えていくかみたいなそういう話がねまあなかなか面白いですよ、うん、あの「雷の2人」とか出ててね, <laughs> ねこれもなんかコメディー要素が強くてなかなか面白いドラマですっていう感じでね NHK のコンテンツをね、バカにできないんですよ、本当にね。こんなね、あのー、僕みたいなね、こんな素人がね、ただくっちゃべってるだけのね、YouTube なんかよりもね、何倍もね、素晴らしいものですから、もうこんなもん見てる暇があったらね、NHK 見た方がいいですよ、やっぱり。やっぱプロってすごいね、YouTube なんてね、所詮素人だから、まあ、セミプロみたいな人もいますけど、まあ、それはそれの面白さ、これはこれの面白さみたいなのがあってね。というわけでね、NHK オンデマンドね、月額980円ですから、ね。 一応言ってきますけど、これ何も企業案件とかじゃないですからあの、ただ単に僕がね、あのネタにして喋ってるだけなんでね、そんな感じです。というわけでね、皆さんもなんかおすすめのね、番組とかね、動画とかね、あったらね、ぜひね、コメント欄の方に書いてくれれば全部見ますんで、よろしくお願いします。はい、以上です。